さんこんにちは。どうワールドラマーマーケットのすんです。ぐちです。今回なんですけど、はい、あの中級者以上で聞くサーブの要素ってこういうのだよっていうところでやっていきたいなと。今までって結構初心者向けの試合でめっちゃ効くサーブとかいろいろやってきたと思うんですけど、やっぱ中級者以上になるとだいぶこう必要な要素の幅って広がるじゃないですか。うん、確かに。うん、その中でもここだけは絶対に守んなきゃいけないよみたいなところをお伝えすることで、こうよりサーブの質だったりとかっていうのが上がっていくんじゃないかなと思うので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ初級者初心者の時ってどんなサーブ効くって言ったら、もううわーんって回転かける、思いっきり回転かける、うん、思いっきりかけると相手がタッチミス、うん、こう当てるんだけど回転かかってるからうまく取れない、うん、みたいなミスってすごい多いじゃないですか。まあ、だから初級者層の時ってのはこういうの多いですよね。で、あ、ミスっちゃったみたいなところで、出すことが結構多い。例えば多少短くなってもうぎゃっ、もうやばい、切ったら切れる。そう、相手がこうやってミスってくれるから、とりあえず回転かけときゃ OK でしょみたいなところはあるじゃないですか。あるね。はい、サーブ回転かけれるもん勝ちみたいな、うん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 、なんですけど、中級者になるとどうなるか。ほら、やい、思いっきり切ったのに、えっ、やい、じゃあ打たれた、えっ、ということで、うん、思いっきり切っても中級者以上になったらやっぱりね、中途半端に台から出たりすると、うん、先手を取って攻撃されちゃうんですよ、うん、そうですね、はい、だから回転量だけじゃ勝負できない、うん、っていうのが、まあ、現実にあります。で、やっぱりこう上手くなってくると間違った方に行きがちなのは、やっぱり今まで聞いてたサーブが効かない、だからいろんなサーブを覚えよう、うん、例えば、うん、いや、じゃあ巻き込み覚えよう。おっ、アウト、うん、YG を覚えよう。ダメじゃん。じゃあいろんなモーションしてみよう。はい、あ、打たれた。結局これなんですよ。だからサーブの種類を増やしたところで、質がないと打たれた。で、じゃあその必要な質って何なのかなって言ったら、ズバリ、まあ、回転もとっても大事です。回転かかった方がいいです、いいんですけど、一番大事なのはコントロールです。極端に言うと、僕回転かけれないですよ、でもコントロールめっちゃ自信あります。これは中級者以上で効く可能性がまあまああります。うんうん、ナックル出しますね。うわ、効いた、厳しい。で、今めちゃくちゃ厳しいところ、フォア前、ただナックルサーブです。うん、うん、はい、うん、はい、まあ、今ちょっとこっちを意識してもらって、うん、なるほど、こっちをついたっていうので、まあ、あんまり予想してなかったと思うんですよ。そうですね、はい、で、さっき台からガンガン出て打たれてたんで、これをしっかり短くするだけで、はい、つっついてくれた、うん、こうでいいんですね、はい、違う、まあ、よっぽどね、チキータが上手とか、うん、その、まあ、対戦相手によってね、どこの攻撃が上手かって違うんですけど、うん、その相手が攻撃できなさそうなところにしっかり短く出すとか詰まらせるとかできれば、強い回転をかけなくても今十分にこう試合できそうな感じのレシーブが来てるんですよ。なので中級者以上でサーブを効かせるんだったら、絶対にコースのコントロールだったりコースの分かりにくさっていうところをベースに練習するようにしてください。で、もちろん回転がじゃあ必要じゃないのかって言ったら、うん、とっても大事です。回転もとっても大事です。ただコースをうまく狙えない、例えば思いっきり切ることで、うん、台から出ちゃったよっ、思いっきり切りました、うん、でもさっきのポテポテのナックルサーブの方が嫌ですよね。うん、嫌だね、先手取れないから、まあ、ピタッと見ちゃうね。そうですよね、された方がきつい、はい、なので、うん、切るのであれば、例えばめっちゃ深く出せる、めっちゃ短く出せるとか、回転プラスコース、これがあればもっといいです。まあ、もうそこまでいくと上級者かもしれないですけど、はい、優先順位としては回転よりもコースだったり、うん、高さだったりするのも含めてコントロールをちゃんとしましょうっていうところを大事にしてください。うん、ちょっとやってみますね。はい、切ります。はい、切ります。ふにゃっ。
あ、聞いても聞いてる。あ、僕らディレクターだったかな。すげえ切れてた。すげえ切れた。うわぁ、そう、今、思いっきり切りました。で、打てなかったですよね。でも結局、短いから打ててないんですよ。はい、これ YG とかでもさっき台からポテポテって出ました。そう、やっぱり打ちたいけど打てない、でも回転かかってるみたいな、こういう状況がそう一番いいわけです。回転プラスコース、必ずそのコントロールっていうところを大事にしないと、例えば強くなるためにもっと上のレベルに行くために新しいサブを覚えよう、コントロールができてなかったら全然試合に勝てないっていうことを覚えておいていただいて、皆さんもサブ練習をしていただきたいなと思います。はい、というわけで今回中級者以上に必要なサーブの要素っていうところで、はい、もうとにもかくにもコントロール大事やでと、うん、まあ、もちろん ね、そう、回転の要素がなくて、うん、ナックルポテポテだけやったらそのうち打たれます。うん、まあね、ナックルをずっとね、そうそうそう、うん、相手も大丈夫上手だったりするんで打たれるんですけども、あのコントロールできないよりはできるサーブをしっかり持っておいた方がいいよと、うん、で、まあ、正直なところ言えばグッチさん、もういろんなとこで試合勝ちまくってるじゃないですか。勝ちまくってるわけですか。ね、まあ、だいぶ勝てるんですよ、オープン大会何百勝。そうですね、させてもらって、させてもらってはいましたね、はい。でも、やっぱり勝負どころでサーブ台から出る人かって、やべってなりません？やばいね、それは、はい。だって大事なところ、うん、絶対そんな切れてなくてもいいから、コントロール重視のサーブ出すじゃないですか。短いサーブに徹底する、ね、回転量じゃない。はいはい、打たれたくないから、そう、つっつかせて先にループするぞみたいな、うん、もうちゃんと決まってるじゃないですか、うん、台から出すのはもうちゃんとわざとわざと出すロングみたいな、そうです、ちょっと出すのはあんましない、ちょっと、うん、なんか狙ってしっかり出すとか、うん、しっかり短くするとか、うん、そういうコントロールができてるから、うん、やっぱりその試合で初めての相手とやった時もこう自分のやりたいプレーが、うん、そこから展開していけるのかなと思います。まあ、もちろんね、回転が全然取れないよっていう相手、うんうん、と当たったらもうそれはもうその効いてる回転ご利用しで、そうですね、サーベースだけ取りに行くみたいな、いいと思うんですけど、うん、やっぱりもうある一定以上の中級者になったら、うん、回転かかってても コントロール甘かったり、もうあまりにも分かりやすいと全部返されます、うん、確かに。やっぱり回転かかったボール取る練習をしてるので、そうですね、相手も、うん、はい、なので、こうレベルアップしていきたいという方は必ずコースを意識したサーブ練習と、うん、そこからしっかりとラリーを展開できることっていうのを練習してもらうと、うん、ステップアップにつながるのかなと思いますので、うん、ぜひ参考にしてみてください。今回これで終わります。ありがとうございました。よいしょ。